おはようございます。ご苦労様。早速ですが、連立内閣はご破産になりました。何？今朝のラジオで聞いたんですが、自由党の鳩山総裁は単独組閣の方針を発表したそうです。いやに強気だな。鳩山さんには辻家禄と小玉芳雄がついてますからね。すると次の首相は鳩山一郎さんですか？まだ分からんぞ。政治の世界は複雑回帰だからな。一寸先は闇だからな。まあ、私には関係のないことだ。私は選挙で選ばれたんですよ。鳩山一郎に投じられた10万票は一体どうなりますか？公職追放の理由は私がヒトラーを来賛したということだが、そんなことはこじつけですよ。なぜこの時期に、組閣を目前にしたこの時期に私が追放されなければならないのか、これは明らかに陰謀であります。誰かが仕組んだ政治的陰謀であります。衆議院議員は辞職なさいますか？やむを得んでしょう。占領軍総司令部の命令ですからね。自由党総裁の後任はどなたに？そんなことは分かりません。大変な剣幕で怒鳴り込まれましたよ。鳩山を殺す気かって。あんたがやったんですか？まさか。そう思われても仕方ないね。濡れ衣ですよ。事の真相はですね、鳩山君の反共演説が極東委員会を刺激したってことです。特にソビエトをね。そうです。 GHQ はソビエトに配慮して鳩山君を切ったんですよ。バッカーサーは苦境に立たされてますからな。極東委員会からも本国からも突き上げを送って。自由党の諸君がやっと分かってくれました。分かってくれたのはいいんですが、今度は私を総裁に迎えたいと言い出しましてね。結構なことじゃありませんか？政権を握るには GHQ に強い総裁が必要だと気がついたんでしょう。そうでしょうかね。シデラさん、これはあなたの強い推薦があったと聞きましたが。お返しですよ。お返し？あんた私に進歩党の総裁を押し付けたじゃありませんか。お人が悪いですな。ぜひ引き受けてください。 GHQ にとっても最も好ましい首相は吉田茂ですからね。しかしこれ以上政治の空白が続くと大変なことになります。吉田自由党と重原進歩党で安定した連立内閣を作ろうじゃありませんか。私は明晩鳩山君と飯を食うことになってます。そうらしいですな。私はこういうつもりです。鳩山君の追放解除まで自由党を預かるとすれば条件が3つある。お、聞かせてください。私は鳩山君のように金づるを持ってないから金集めは一切しない。うん。閣僚及び党内人事についてはこの吉田に白紙にする。口は一切出さない。嫌になったらいつでも投げ出す。あんたらしいですな。組閣人事はだいぶこじれたようだね。は、要するに官僚派と党人派のせめぎ合いですよ。吉田総理はああいう方ですから、学者大臣を何人かお入れになる方針だったようですが。ことごとく抵抗されたっていうわけだ。お見えになりました。おう。金森でございます。やあやあ、どうも。この度計らずも増本先生の後任を仰せつかりました。何分よろしくご指導を賜りたいと存じます。よく引き受けてくれました。ああ、何しろ突然のことでして。面倒な役目だからみんな尻込みしたんでしょう。ああ、文部大臣の田中君は私の長女の婿でしてね。存じ上げております。何かの時にはお役に立つように申し付けてあります。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。では、まあおかけください。ご無礼いたします。
あなたは法制局長官の経験もあり、軍国主義の被害者でもありだ。気骨にあふれ、しかも弁舌爽やかな人物と聞いております。工事を託するにこれ以上の適任者はありません。いやいや、過分のお言葉ですが、何しろギリギリの駆け込み大臣ですから。どうぞお使いください。いや、ありがとう。私は戦災で焼け出されましてね、暑がりなのに冬のモーニングしかないんです。真夏の議会が思いやられますわ。GHQ を恨んでください。は、私は政府の改正案に桜憲法と名付けておったんですよ。桜憲法。桜が咲く頃には交付できるつもりでね。それが GHQ の横やりですたも出して、長引いたわけですな。私は気に入らんのです。あのカストリ焼酎みたいな憲法を議会に提出するのは、担当大臣として忍びがたい、内心じくじたるものがあります。まあ曲がりなりにも天皇制を安泰ならしめたことはよしとしなければなりますまいが、天皇を戦犯として裁かずという紀伊南検事の言命は日本中をほっとさせました。あれは秀原内閣の努力の賜物と拝察しております。金森さん、日本人の憲法は日本人が作るべきですよ。まあ議会では多少の修正ができるはずだし、翻訳の技術もあるわけですから、なんとか国体の尊厳を傷つけないような憲法に少しでも近づけていただきたい。職を辞するにあたってこれが松本の最後の願いです。よくわかりました。微力ながら最善を尽くしたいと思います。マニラでは山下智之大将に引き続いて、本間正春中将も銃殺刑に処せられました。東京では極東軍事裁判が改定され、戦犯に対する厳しい論告が行われています。こうした復讐にも等しい外圧は議会の憲法論議に何らかの影響を及ぼすでしょう。また国内の跳ね上がり分子が民主主義を振りかざしてどんな注文をつけてくるか分かりません。しかしね、金森さん、これは日本国の憲法なんです。理不尽な圧力に屈することなく、不退転の決意を持って日本国にふさわしい憲法を作ってください。くれぐれもお願いしますよ。これまでの憲法では主権が天皇にありまするが、改正案はそれと反対に主権は国民にあると唱えてあります。これは一種の国体変革であると一部の者は驚愕し憤慨しております。したがってこの前文に現れました日本国民という中には天皇も含まれていると解釈してはいかがでしょうか。政府はこの憲法が国体変革にあらずということを懇切丁寧に国民に徹底させる義務と責任がありはしないかと痛感するものであります。皇室のご存在なるものは自然に発生した日本国体そのものであります。皇室と国民の間には何ら区別はなく、いわゆる君臣一女であります。君臣一家であります。国体は新憲法によって号も変更されないのであります。この草案形式においては天皇制用語に間違いはありません。しかし実態的には八箇条の条文中どこに素晴らしい天皇制用語があるのでありますか。
いろいろと規定して花は持たせてあります。花は花でもこの花は七重八重。花は咲いてはおりまするけれども山吹の花。実は一つもない山吹憲法であります。国体は変更されたのか、されていないのか、政府は明確に答弁しなさい。一体主権は国民にあるのか、天皇にあるのか、これをごまかさずに、はっきりと言ってもらいたい。天が動いておったか、地が動いておったかということは、議論が分かれるとしても、動き方は、いにしえより今日まで変わっておりません。水は流れても、川は流れないのであります。国体を変えておきながら、変わらぬというのか、あんたの憲法は何言うか、二刀流ではないのか。名人の刀は一刀であっても二刀のごとく見えるのであります。憲法全文の中に、国民の総意が至高なるものと書いてありますが、英文ではどうかと見れば、サブリティオブザピープルズウィル、つまり人民意志の主権と、こういうふうになっとる。英文だけ見ればいかにも民主的である。しかしこの日本文にはそうではない曖昧無垢の点が多い。日本国の憲法は日本国の文字で書かれたものが成文であります。憲法改正特別委員会か。ああ、闇米が一升70円もするんですよ。公定価格53銭なのに。委員長に足出しとしか。味噌が一貫目40円。醤油が5合60円。うるさいな。闇の食料なんて買わなきゃいいだろう。仕方ないじゃありませんか。配給が遅れてんですから。足田君で大丈夫かな。一度飯でも食って激励せにゃいかんな。およしなさいませ。ん？憲法はもうこりごりだっておっしゃったじゃありませんか。そりゃそうだが、住んでしまったことをいつまでもおっしゃるのは、死んだ子の年を数えるようなもんですよ。しかし国民というのはさっぱりわからんな。私は国民に褒められようと思って一生懸命やったんだが、日本人は変わってしまったのかな。おお、カバンを新調したのかね。これを見てください。おお、張り切ってるじゃないか。重要な任務ですからね。私は大臣のポストより重要だと思ってます。総司令部もこの人事には満足してるようだ。芦田はリベラルな思想の持ち主だと高く評価してる。君が戦時中から社会党の連中と頻繁に会合を持ってた事実を把握してるんだね。ところで仕上げの目処はいつ頃とお考えですか。そうだね、8月11日の交付を目標にしたいと思ってる。8月11日。うん、わからんかね。施行は6ヶ月後だよ。ちょうど2月11日の紀元節に当たるじゃないか。ああ、憲法草案の日本文と英文の相違についての文書です。日本語訳は主権すなわち Sovereign Will を思考に変えてしまっている。しかし思考は法律的な意味において何ら主権の概念を伝えていない。おそらく民法の論説を見たんですな、松本重治の書いた。
Mr. Kanamori, in your explanation to the Diet, how did you explain the position of the Emperor in the context of the national polity? I explain that the national polity is the character of nationhood, not the form of government. What? This constitution changes the form of government. It does not change the character of nationhood. I cannot understand what you are saying. Would you please write it out and submit it to me? I will. The expressions concerning the seat of sovereignty in the Japanese are unclear. It must be made clear in the preamble or the text that the sovereignty resides with the people. It is already made clear. It is not. It seems that you people are deliberately twisting the contents of the English version. That is a misunderstanding of the case. What is meant by the expression, Kokumin no soe ga shiko? Now, this could be interpreted to mean that the sovereignty lies with the nation. Or it could also mean that it belongs to the emperor, the cabinet, the diet, or the court. Or it could also be interpreted to mean that it is the joint property of the national agencies. Using expressions that can be interpreted in a number of different ways is a sort of deception. Wait just a minute. Put it in the statutory form that the sovereignty belongs to the people. 刑事大佐は聞き死に勝る頑固者ですな。こっちも負けずに言ってやりましたがね、議会の答弁はあれでいいと私は信じている。どうしてもというなら、私は大臣を辞めるしかない。いっそのことを公職追放の対象にしたらどうですか。GHQ も必死なんでしょう。極東委員会の手前ね。まるで、じゃんけんみたいなもんだな。は、じゃんけん?日本は GHQ に弱い、GHQ は極東委員会に弱い、極東委員会は日本の復讐を恐れてるの。なるほど。いかがいたしましょうか。このままでは決着のつけようがありません。主権でいいじゃないですか。うん。サブリンウィルは主権ですよ。思考という言葉は重原さんがひねり出したんです。しかし政府側の担当者としては今さら手のひらを返すように主権でございますとは言えませんね。自由党に提案させましょう。自由党にですか?社会党や共産党を出し抜いて先手を打つんだ。与党の提案ということなら不名誉にはなりません。名案ですな。政府としましては総司令部の指摘に対し相当長く抵抗してまいりましたが、結局のところ衆議院の議決により主権と改めざるを得なくなりました。国際社会の目を尊重する意味であえて露骨な表現を取るに至りましたが、思考と主権とはおそらく同じ意味であり、文字が変わっただけであるとご理解ください。加藤静江君。はい。女性におきましては妊娠と出産および育児という特殊にして重大な使命を持つものでございますから、法律的に平等が認められていると同時に、この母性の保護という思想が条文の中にはっきりと認められていなければならないと私は考えます。このことを具体的に申しますならば、第25条にございますところの勤労の権利に関する規定の中にも、どうしても女性のこの特殊性を認めまして、妊娠出産および育児の諸問題の特別の保護に関する条文が明記されなければならないと、そう存じます。憲法改正委員会の中に非公開の小委員会を設定するとあるが、その趣旨を説明していただきたい。何度も申し上げている通り、小委員会では改正作業をスムースに進めるための下準備をいたします。非公開にするのは、内外の圧力におもねることなく、委員の発言を自由ならしめるためであります。小委員会のメンバーに共産党を入れないのはなぜですか?作業をスムースにするためと申し上げました。何を言うか!懲戒派を締め出して秘密討議をするのは、
民主主義を否定するに等しいではありませんか。そうだそうだ。小委員会の修正案は本委員会において必ず報告いたします。民主主義に反するとは思いません。納得できません。納得できません。委員会の報告すると言ってるじゃないか。佐藤君、国の主権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は他国との間の紛争の解決手段としては永久にこれを放棄する。この前段についてですがね、どうも消極的だと思うんですよ。事態がこうなってしまったから、つまり戦争に負けたからには仕方がないんだという印象を与えかねません。そこで私は枕の部分に何か積極的な文章を入れたいんですがね、例えばですね、戦争放棄を決意する日本国民の気持ちをですね、検討させていただきましょう。委員長、国の主権はよくありません。主権は国民にあります。そうでしたね。国権の発動たる戦争にしますか。国権とは何ですか。国家の権限ですよ。よくわかりませんね。私にもわからん。そこは保留ということで。委員長、どうぞ。他国との間の紛争の解決の手段というのはいかにも回りくどいと思います。そうですな、翻訳中ですな。簡潔にですね、国際紛争を解決する手段でどうですか。おすっきりしましたね。では講談を。陸海空軍その他の戦力はこれを保持してはならない。国の公選権はこれを認めない。いかがですか。どうぞ。保持してはならないではなく、保持しないが正しいと思います。アメリカに強制されるのではなく、主体的に保持しないのですから。そうだそうだ。全て国民は法律の定めるところにより、その保護する児童に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とする。その児童というのをですね、青少年を含む形に改めていただけませんか。アメリカの教育施設団も9年制の義務教育を示唆していることですし。言葉の問題ですな。いえ、これは青年学校を中心に教育関係者が非常に不満を感じているところでして。しかし青年というのは広い意味を持ってますよ。老人以外は皆青年でしょうが。いや、青年団には30歳40歳の人もいますからな。少年はどうですか。そうですね、カフエ通いしてる少年を児童と呼ぶのはまずいからね。指定という言い方もあります。指定よりは子女にしていただけませんか。子女ね。ああ結構ですな。そうしましょう。全て国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。前回の審議を踏まえて第9条をまとめてみました。第1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。結構です。いいじゃないですか。第2項、全項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は永久にこれを保持しない。国の公選権はこれを
認めない。院長、善行の目的を達するためとありますが、この目的とは何でしょうか。あ、要するに国際平和を誠実に希求するということですよ。同じ言葉を繰り返すのも芸がありませんので。政府側から申し上げれば。どうぞ。は、永久にという言葉もこれ重複してますね。第2項の方いらないんじゃありませんか。私は必要だと思います。第1項は戦争を永久に放棄する、第2項は戦力を永久に保持しない、これは意味が違います。戦争を放棄するということは戦力を持たないということだろ。そうは言い切れません。戦力はあるが戦争はしないという場合もあります。戦争の放棄は永久でいいでしょう。だから立派なことです。しかしですね、戦力を永久に持たないと言い切ってしまうのはどんなものでしょうか。ゆくゆくは軍隊を持つということですか。いやいや、そういうことではありませんが、例えば国際連合との関係において将来いろいろと考えるべきことが起きないとも限りません。理想は理想、現実は現実です。あえて永久とまでは言わない方が賢明だと思いますがね。削りましょう。ちょっと待ってください。突っ込んだ論議は特別委員会でも可能であります。第9条の修正案をケイディス大佐に見せました。リアクションはどっかね。おおらかなもんです。国民主権の時とは大違いです。国務省から調査に乗り込んできたコールグローブが GHQ の方針を評価したこともあるでしょうね。戦力の問題は、戦争の放棄さえきちんとしていれば細かいことは言わないそうです。主権国家である限り最小限度の自衛権はあるだろうと。そこはなるべくぼかしてくれないか。承知しております。それにしても法制局の連中は優秀ですね。巧妙な翻訳技術によって GHQ 案の日本化は着々と進んでいます。それが官僚の底力というもんだ。吉田君の産業政策ははっきりしてますよ。石炭と鉄鋼の2本立てです。石炭と鉄鋼、復興金融金庫を設置してこの2つを重点的に支援する。石炭と鉄鋼が上向きになれば関連産業も徐々に立ち直ると、まあこういう寸法でしょうな。はあ、はあ、まあそのことを頭に置いておけば自然的に経営方針も定まるでしょう。ありがとうございます。それからですね、近々に持ち株会社の整理委員会が発足するそうですが、四大財閥に引き続いて我が社も指定を受けるようになるのでしょうか。それは言えないな。何か情報はございませんか。ないこともないが、これは言ってはいけないことだからね。ああ、つきましては先生にぜひ我が社の相談役になっていただけないかと社長が申しておりますが。いや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 、もう手一杯ですよ。そうおっしゃらずに。お電話が入っております。お、東京電力だろ。こっちから電話するとそう言ってくれ。いえ。ん、なんだ。公職追放だと。はい。なんだ今さら。間抜けな話じゃないか。証文の出し遅れだよ、まったく。はいはい、承知しました。松本は痛くも痒くもございません。そう言っちゃいなさい。
要約しますとですね、ワシントンの極東委員会で、憲法修正案が論議され、その席上ソビエト側から注文がついたということです。その注文というのはですね、首相及び国務大臣は全てシビリアンでなければならないとする条項が欠落していると、こういうことです。今さら言われても困るね。すでに衆議院を通過したんだから。 It's too late to speak of such matters now. The lower house has already passed it. Well, can't it be revised by the House of Peers? It is not as simple as that. It is not an order to rewrite the Constitution. All that need be done is to insert the article about civilians. The proposal of the Far East Committee must be respected. Why are the Soviets insisting on such a matter? Because, in case Japan were ever to rearm itself, if the Prime Minister and the Minister of the Interior are civilians, they can control the military. Rearm? Wait just a minute. Japan has renounced war. Concerning that point, the Chinese representative made an important observation. In that, the ninth article of the revised draft, there are the words, for the above purpose. In other words, any other purpose but the purpose of Article 1, it could be interpreted that it is possible for Japan to rearm. That is a misunderstanding. There must not be any words that would invite any misunderstanding. And the Chinese representative went on to point out that even if Japan were to build itself an army, it will not call it an army. And if Japan were to go to war, it will not call it a war. Please convey a message from me to General MacArthur. It is a diplomatic custom to convey proposals of this sort in writing. I will not accept this by word of mouth. いやー、驚きましたね。日本の議員でさえ気づかないのに、中国は事実に鋭いですな。そりゃそうでしょう。散々侵略を受けた国ですから。シビリアンコントロールは受け入れざるを得ないな。シビリアンの訳語は日本語に見当たりませんが。武漢でなければ文漢でしょう。いや、武漢が存在しないのに文官というのは変だ。すると文民ですか。文民ね。なるほど。それで行こう。シビアンコントロールなら文民統制でいいじゃないか。かしこまりました。第9条はどうします。全校の目的を達するため。そのままでいい。そうですね、文民条項を入れるわけですから。また作業が遅れそうだな。憲法の公布は11月3日でどうだ。明治節ですね。そうだ、明治節だ。Thank you.
領下という困難な条件の下での憲法制定でありまするからして、決して平坦な道ではありませんでしたが、関係各位のご努力によってですね、いささかも国体の尊厳を犯すことなく、御御心に可能憲法を新しく発布するに至りましたことは、誠に感慨無量とするところであります。これは人類の理想を掲げた憲法です。世界で一番優れた憲法だと思っていいでしょう。日本は一切の戦争を放棄しました。兵隊も鉄砲も軍艦も持たないと宣言したんです。私は誇りを持ってこれを平和憲法と名付けたいと思います。国体についてですが、変革したとお考えでしょうか。当然です。主権が国民に移ったんですからね。私は去年の8月15日に革命が起きたんだと解釈しています。もっともこの革命は国民が起こしたのではなく、ポツダム宣言の受諾という外圧によるものではありましたが。マッカーサーはこう言っています。本年5月3日の憲法施行後、初年度と2年度の間で日本国民はもう一度憲法を改正してよろしいと。どういう意味ですか。自己弁護じゃありませんか。占領軍の押し付けではないことを印象づけるための。総理、返事をどう書きますか。大きなお世話だ。は？大きなお世話だと書きなさい。公爵ではありませんか。いや、あなたの衣装を拝見しましたよ。勝てる者の行き過ぎた増長と、敗れたる者の過度の卑屈と。全くその通りです。憲法はどうなりましたか。実は私は今の憲法に何が書いてあるか見たことがないんです。それぐらい憲法が嫌いになりました。憲法と聞いただけで身震いするほどでして。お互いにひどい目に遭ったもんです。日本人なんですよ。え？コスモポリタンとか自由主義者とか言われた近衛が、結局は広告士官から一歩も抜け出せなかった。それはあなたも同じことです。じゃあアメリカはどうなんですか。アメリカ、民主主義という魔法の杖を自慢げに振りかざしていますがね、所詮ヤッコさんたちには物の哀れも詫びもサビも理解できませんよ。現状の美徳も側院の情もね。あれは、あれが新憲法ですよ。
そうだ、思い出しました。この世は子供の頃あなたに自転車を教わりましたよ。あははは、鎌倉の別荘でね。初めはなかなか乗れなくてね、チェーンが外れたりハンドルが曲がったり。あなたに後押ししてもらってやっと乗れるようになったんですよ。そうでしたかね。